吉田千鶴は、日本の慈善家。NGO アルディナウッペポの代表を務めた。日本成功会心と、職業訓練校にて撮影日本の図書館の父、佐野智三郎の次男で軍人の佐野武雄の長女として、埼玉県所沢に生まれ、満州で少女期を過ごした。同じように、日本、満州、ロシアで、 地下活動を続けた第二次共産党の中央委員を務めた佐野文雄はおじにあたる。多感な年齢を満州で過ごした千鶴は日本人の中国人に対する過酷さを目の当たりにして軍国主義の犠牲になっていた中国人に深い同情の念を持って接することになる。やがて日本に帰国してフェリス女学院に通うが満州での不幸な思い出が心から離れず、 キリスト教教育と相まって、彼女の中で博愛思想が培われていった。同じようなリベラル思想の官僚、吉田一郎と結婚してからは、女流政治家、市川ふさの手伝いをしながら音楽大学にも通い、音楽教育の道に入っていった。その後が夫一郎に先立たれると、音楽教育で身をたることになるが、その時の一番弟子が、早稲田大学准教授となる。 岩井幸野のである。音楽教育者として身を立てていたが、1989年に長男からの依頼でケニアを訪問し、現地で貧困な生活を送る児童を見て、衝撃を受ける。これを契機に、ケニアの貧困児童に対して、援助を行う団体、アルリナ、ウペポを設立し、自らもナイロビに居住した。その後ダゴレティの施設は、アメリカの NGO である FTC。 吉田一郎は長男、ありがとうございます。